このチャンネルはお米粉の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は手作りおもちゃで大ハッスルの白猫と黒猫、個性的に遊ぶ癒しの時間ということでですね、いきなり遊んでくれてますよね。この白猫ちゃんがね、ソルト君って言いますよ。頭にちょっとだけね、黒い部分があるんですけれどもね、こちらがね、エキゾチックショートヘアの黒蜜ちゃんです。ね、以前も紹介したんですけれどもね、潰れたお顔がとっても可愛いですよね。お、捕まえましたね。あ、でもすぐ話してくれたか。あら、今来てくれたのが茶色の小太郎くんなんですけれどもね、この子ちょっと最近来たばっかりなのかね、そんなに遊んではくれなかったんですけれども、でもちょいっとしてくれますね。でもすぐに遊びはやめちゃうんですけれどもね、でも遊んでる姿とっても可愛いですよね。さあ、ちょっとね、おもちゃを引きずってみたんですけれども、ソルトくんが来ましたね。あら、動き止まりましたね。ひょっとしたら遠慮してるのかもしれないですよね、他の子が来たので。まあでも走ってきてくれたか。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。お、ソルト君が上に上がりましたね。もう捕まえたよ。ツンツンってやってるんですけれどもね、やってるとね、下で黒蜜ちゃんがね、くわえていっちゃったんですよ。ありゃ、話してくれない？返してください。お、話してくれましたね。ただね、カシャブンっていうのはね、ちょっと扱いにくいなと思ったのでね、猫兄さんお手製のね、おもちゃで遊んでおりますよ。こっちはね、結構ね、使いやすいんですよね、猫兄さんからするとね。でもすぐに遊んでくれないかな？どうでしょうか。ソルトが今一瞬ちょいってやりましたけれども、あ、でもクラムツちゃんが遊んでくれたね。うん、走ってるね、いいね。あら、ソルト君はあんまりかな。ちょっと移動してみましょうか。床を越してみます。クラムツちゃんが来たね。うん、この子はすごくいい反応してくれるよ。まだまだ2歳ということでね。おお、ソルト君も来てくれましたね。ソルト君もね、2歳から3歳ぐらいということでね、まだまだ遊ぶ年齢ですよね。さあ、黒水ちゃん、遊ばないかな。あれ、ちょっと引いちゃいましたか。あ、でもちょいっとしてくれてるね。ソルト君が下の方にいたんですけれども、ちょっとおもちゃ出るところをしてくれましたね。ソルト君この日はね、走り回って遊んだりとかはしないんですけれども、こんな感じで横になりながらね、遊んでくれてるんですよね。で、このちょっとね、ぽっちゃりとしたお腹可愛いですよね。うん、いいじゃないですか。なかなか激しくなってきたよ。モフモフをすると噛もうとするな。いいですね。なかなかイケメンですよね、ソルト君でね。うん、カミカミしてる姿いいね。キャワワだね。あ、ひっくり返ってる。ねえ、いい遊び方するね。あらあら、なかなか触らせてくれないな。おお、クロミツちゃんが来たよ。やっぱ他の子が遊んでる姿を見てるとね、やっぱ遊びたくなるんでしょうね。うん、いいじゃないですかね、この遊び方。クロミツちゃんは触らせてくれたな。この子穏やかですね、本当に。いっちゃい。おお、またコロン。この遊び方が好きなんでしょうね。さっきまで遠慮してたんですけれどもね、ちょっと楽しくなってきたんでしょうか。ね、だんだんハッスルハッスルって感じですかね。カロンってなってるよ。やっぱ猫ちゃんって本当に体柔らかいですよね。いろんな格好してくれるな。本当にすごいよ。さあ、黒蜜ちゃんもコロンってなりましたよ。あら、ソルト君がなんかちょっとハッスルなんでどっか行っちゃいましたね。なんだこのてて。かわいすぎるよ、本当に。すごく小柄ですよね、黒蜜ちゃんってね。ふわふわで可愛いよ。うん、コロンってなったよ。
ソルト君はね、実はキャットタワーの上にいたんですよね。こんな隙間っていうんですかね、中に入っておりましたけれども、うん、この中で遊んでくれてるよ。ちょっとややこしい体勢になっておるんですけれどもね、猫ちゃんって意外とこういうややこしい体勢好きですよね。いいですね、こんなね感じで。そうそう、こういうのいいですよね。顔が出てきたりとかしておるんですけれどもね。お腹ツンツンしたくなりますよね、こういうのね。何ちゅう格好してるんでしょうか。ツンツン。ねえ、面白いですよね、こういうことするのはね。ソルト君かわいいよ、これは。なかなか個性的ですね、本当に。猫ちゃんでね、やっぱこういう障害物がある方がね、ハッスルしたりしますよね。なんたまらん、かわいいね。ちょっとまったりしてきたかな。このカミカミしてるのもいいね、お腹ツンツン。このお腹、ちょっとお腹出てきてますよね、かわいいね。カミカミするのが好きなのかな、この子は。いい遊び方してるよ。ずっとお股を広げてるの。ねえ、本当にピンクの肉球もまた可愛いですよね。いいなあ、本当。よく遊んでるよ。プロフィールもね、よく遊ぶって書いてたのでね、お子様がいらっしゃるご家庭でもすごくね、一緒に成長できていいかもしれないですよね。しりたんたんたん。いいですね、ソルト君かわいいよ。初対面の時からね、こんな感じでずっと遊んでくれてる子なんですよね、ソルト君っていうのはね。本当に可愛い子です。最後はね、ジャックさんと遊んで終わりたいなと思っております。このマシュマロボディが可愛いですよね。あれ、コロンってしてくれましたね。皆様いかがだったでしょうか。猫ちゃんと遊ぶの本当に癒されますよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。